皆さんこんにちは、よしおです。マーベルには多くのヒーローがいますが、その分対立するヴィランも数多く存在します。そしてヴィランの中にはこいつどうやって倒すのと思われる設定や能力を持つキャラも多いです。というわけで今回はどうやったら倒せるのと思われるヴィランが実際のコミックでどうやって倒されたかを解説していこうと思います。キャラの選定は僕の独断ですが、前にアップしたマーベル最強ヴィラントップ10で紹介したキャラからも選出しているので、合わせてそちらの動画を見ていただくとより楽しめるかもしれません。また動画字幕中で補足と入っている部分に関しては概要欄で補足解説をしています。翻訳本を読むように合わせてそちらもご覧ください。それでは行きましょう。マーキーオブです。コミックファンタスティック4に登場したヴィラン、本名はクライド・ウィンチャム・ジュニア。アース807128における唯一のミュータントであり最強の現実改変能力者。思念だけで相手を殺めることができ、多次元宇宙を含む任意の場所へのテレポート、コズミックビーングクラスの全能性と数百万のマルチバースを破壊した実績を持ち、自分自身でも空間と時間を支配したと豪語している。マルチバースの破壊実績ならビヨンダーズの次ぐらいになりそう。もうコズミックビングクラスの能力と思念だけで相手を殺すという能力設定だけで攻略不可能に見えるが、これはマーベルコミックではまあまあスタンダードな能力である。さてこのマーキーオブですが、どのように倒されたかを見ていこう。まずこっちの世界にいた殺人マシンになる前のクライド・ウィンチャム・ジュニアを連れてきて、マーキーオブですと現実改変対決で戦わせる。そして消耗したところをマーキー・オブ・デス自身がマルチバースから連れてきた数千のファンタスティック4たちの力をアース616のファンタスティック4が吸収。そしてパワーアップしたヒューマントーチが10の32乗という意味不明な温度の炎でマーキー・オブ・デスを焼き尽くした。ちなみにこの温度は宇宙創造現象ビッグバンの瞬間の温度と言われており、リード・リチャーズは空間と時間が壊れる温度だと発言。これを食らったマーキー・オブ・デスはさすがにヤムチャ状態まで衰弱。しかしまだ生きているのはさすがとしか言えない。その後死んだと思っていた弟子のドクター・ドゥームが参上、最後のとどめを刺しマーキー・オブ・デスは完全に倒されたのだった。じわじわとなぶるような攻撃をせずにプロシュート兄貴のように即断即実行していればよかったね。カオスキング。コミックカオスウォーなどで登場した宇宙創造以前の闇と混沌を体現するコズミックビーイング、自身の領域ではほぼ全能のナイトメアを一撃で葬り、ゼウスを含む複数の神々を蹂躙できる圧倒的パワー。倒した相手の能力を吸収し無尽蔵に強化される性質、マルチバースの 98.76% を破壊した実績を持つ。このカオスキングがどのように倒されたかというと、実は倒せていない。地球のエルダーゴッズの一人ガイアのパワーアップを受けたヘラクレスがタイマン勝負でカオスキングの気をそらし、その隙に地球で10本の指に入る天才アマデウス長とギャラクタスが協力して作った次元転移装置を使い別次元へカオスキングを幽閉した。カオスキングはその次元を支配し喜んでいる様子。しかしコズミックビーイングクラスを倒すためにコズミックビーイングが協力するのは胸厚で好き。そして神々を葬る神聖を持つ存在を科学力で撃退するというなんとも皮肉めいた方法も好き。ハート・オブ・ザ・ユニバース・サノス。コミックマーベル・ユニバース・ジ・エンドに登場した最強クラスのアーティファクトを手にした全能サノス。何にも縛られない最上位のパワーソースであるハート・オブ・ザ・ユニバースを手にしたサノスで、宇宙の全ての時間と空間と知覚が同化しており、彼はスクラルの子供でありビッグバン直後の小惑星であり時計の針と針との間であり虚空を舞う放射線であった。正真正銘の全知全能となったサノスはもちろんコズミックビーイング含む全宇宙連合と対立。劇場に任せて全員を撃破しインフィニティガントレットよりも上位の存在のリビングトリビューナルを含む宇宙の全てを吸収。宇宙という現実は完全に消滅した。
この全知全能サノスがどのように倒されたかというと、何もない忘却の虚空の中で現実の外にいたアダム・ウォーロックと開口。ウォーロックのカウンセリングと最愛のコズミックビーング、デスによる口づけによって改心。自らを犠牲にし、崩壊した宇宙を全て再生した。ちなみに、さらにインフレしたアストラルレギュレーターサノスもいるが、マルチバース最強になって虚しくなって自爆している。正直、ハート・オブ・ザ・ユニバースサノス以上に意味不明なので解説諦めたし、コミックも面白くなくて再度読む気がしないので除外した。ビヨンダーズ。コミックニューアベンジャーズなどで登場したコズミックビーイング殺しの異名を持つ最強種族。詳しくはこちらの動画で解説しているので詳細は省くが、名だたるコズミックビーイングをほぼ全員秒殺し、無限と言われるマルチバースを全て破壊しようとし、誤算はあったが最終的にマルチバースを終了させている。ネット上で見るマーベルの最強キャラランキングではほぼトップ3に入っている種族である。こんな最強種族をどうやって倒したかというと、ビヨンダーズ自身が作った宇宙爆弾モレキュールマンをコンテナに数十万人入れてビヨンダーズにぶつけた。このモレキュールマンは一人で一つの宇宙を崩壊させることができる威力の人間爆弾。このモレキュールマン詰め合わせセットをぶつけられ、さすがのビヨンダーズもまとめて吹き飛んだ。ちなみにビヨンダーズは全滅しているわけではなく、種族としてはしっかり生存している。ゴッドエンペラードゥーム。2015年のコミックシークレットウォーズに登場した、先ほど紹介したビヨンダーズのパワーを得た最強状態のドクタードゥーム。フィジカルモンスターのサノスを瞬殺するパワー。フェニックスフォースを宿したサイクロプスやインフィニティガントレット装備のブラックパンサーを圧倒する全能性。死者蘇生と人々の記憶の改ざん。マルチバース崩壊から宇宙を再生するほどの創造性などを持つ。でも自分自身の顔は直せなかった。正直この力をトマゾーマあたりが持っていたらなんとかなりそうな気もするが、地球一の頭脳を持ち魔術と科学に精通する天才ドクタードゥームが持っている時点でほぼ攻略不可能。そんな最強バージョンのドゥーム先生がどのように倒されたかというと、実はビヨンダーズのパワーはモレキュールマンという別のヴィランを通じて供給されていたのだが、採算の食べ物の催促にも応じず、ドゥームが手ぶらで遊びに来たためドゥームへのパワーの供給を断った。そしてミスターファンタスティックことリード・リチャーズとドクター・ドゥームは対等な条件で戦うことになるが、ドゥームの唯一の弱点属性であるリードに精神的に敗北してしまい、それをモレキュールマンに見抜かれパワー供給を完全に断たれ敗北。その後リード・リチャーズは息子のフランクリンと共にドゥームよりも見事にマルチバースを再建、ついでにドゥームをイケメンフェイスに戻してあげた。ニュクス。コミックアベンジャーズノーロードホームに登場した光創造以前の闇の神。もう創造以前の闇とかいう設定は親の顔より見た。ゼウスを一撃で葬るほどの戦闘力、そして何よりマルチバースの外側、マーベルユニバースの一番外側にあるハウス・オブ・アイデアという神の領域に悪意を持って自ら足を踏み入れた初のヴィラン。考えうる限りの全ての範囲に影響力を与えれるであろう全知全能性を持つ。雑になるがハウス・オブ・アイデアがどれくらいすごい場所かを解説すると、エターニティを含むコズミックビーイングをことごとく撃破したインフィニティガントレットの効果範囲がこれ。先ほど紹介したコズミックビーイング殺しのビヨンダーズが住むビヨンドがこの位置で無限のマルチバースに干渉できる。さらにその外側がホワイトホットルームで本来のフェニックスフォースの住む場所。その外側がアビスと呼ばれる場所で、詳しくは不明だが全ての可能性を具現化でき想像できる場所かもしれない。そしてさらにその外側がハウスオブアイデアであり、説明した全ての領域に影響を与えれる場所と考えられている。こんな場所で全能性を手にしたニュクスをどうやって倒したかというと、同じく後追いでハウスオブアイデアに入ったビジョンがマーベル最高位のワンアバボールに認められパワーアップ。
全次元全時間軸のヒーローたちを召喚し戦闘。さらに見事な工場でもニュクスを黙らせ、最終的に創造の光でニュクスを燃やし尽くした。ちなみにこの構図がマーベルコミックの前身タイムリーコミックが発刊し、マーベルコミック初のコミックと呼ばれるマーベルコミック1号の表紙の構図であるのがエモい。今回の動画はいかがだったでしょうか。おそらくマーベルコミックをあまり知らない方は理解が追いついていない部分も多いと思います。もしわからない部分があればぜひコメントください。可能な限り返信いたします。そしてこの動画で一番お伝えしたかったことをここで言っておきます。マーベルコミックはこんなもんです。どんなすごい能力設定や描写があったとしても大概その場のノリと謎パワーアップで倒すのです。なんで敵はあの能力を使わないのとかいう的確なツッコミはいけません。もしかしてドラえもんのび太の恐竜で壊れたタイムマシンをタイム風呂敷で直せばいいじゃんとか思っちゃうタイプですか。つまり僕が言いたいのは、マーベルコミックを読むときは呪術廻戦やハンターハンターを見る感覚ではなく、筋肉マンを見るような感覚で楽しみましょう。というわけで、もしこの動画が気に入っていただけたらチャンネル登録やコメントしていただけると励みになります。もし好評だったらパート2もしますね。それでは皆さん、また次の動画と配信でお会いしましょう。さようなら。